B5?B5 は、スペインガリシア州、ポンテベドラ県にある、ムニシピオ、基礎自治体。大西洋のリアで B5、リアでビゴに沿って広がる、港湾都市であり、スペイン最大の漁港がある。ガリシア統計局によると2014年の人口は294.997人、2012年、297,355人、2010年、 97,124人で、州都サンティアゴでコンポステーラや県と、ポンテベドラよりも人口が多く、ガリシア州最大の都市であり、ガリシア一の工業都市でもある。また、オポリーニオ、バイオーナ、ホルネロスデモンテス、ゴンドマール、モース、ニグラン、パソスデボルベン、レドンデーラ、サルセーダデカセーラス、ソートマヨールなどの周辺自治体と、コマルカ、コマルカデビゴ、 州と市の中間単位を形成している。カリシア語和社の自治体住民に占める割合は15.42%、2011年。BE 語には、古くから人が住んでおり、市の中心部である丘の上に、ローマ人の集落が作られた。BE 語の語源は、ラテン語の、ビカス、村の意から来ている。中世には、バイキングの襲撃に何度か見舞われた。中世の BE は、 近隣の村の村一部であ1585 15年、イングランドの海賊フランシス・ドレイクが BEO を襲い、一時的に占拠した後で建物を焼き払った。数十年後にはトルコの艦隊に襲われた。1656年、フェリペ4世の時代に、現在も一部が残っている死壁が作られた。この時代は、 幾度もの襲撃にもかかわらず、ビーゴは初期の商業を発展させ、スペイン王から特権を与えられた。スペイン継承戦争では、1702年にビゴアンの海戦が起きた。1719年、スペインの艦隊がスコットランド侵攻のためにビーゴを出発しようとしているとして、イギリスの艦隊に包囲された。19世紀初めのスペイン独立戦争では、 b e ゴは1809年1月までフランスの攻撃に耐え、ガリシアで最初に解放された都市となった。フランスから解放された3月28日は、レコンキスタの日として祝われている。19世紀から20世紀にかけて b e ゴは急速に発展した。その結果、ガリシアの他の都市に比べて市街は無秩序に出来上がっている。ビ e ゴは、 ガリシア州の工業の中心地であり、自動車工場や造船所がある。PSA プジョーシトロエンの工場は、ガリシア州での雇用に貢献しており、2003年には47,300台の自動車が生産され、その88%がスペイン外に輸出された。B5 にはヨーロッパ最大の漁港があり、漁業会社ペスカノバの本拠地である。また、 欧州連合のヨーロッパ漁業局の本部が置かれる予定。金融では、会社の場、正式には、会社でアフォロスデイビゴ、オーレンセイ・ポンテベイズラの本店がある。自治体主張は、ガリシア社会主義者党、ステグソのアベル・ラモン・カバジェロ、アルバレス、アベル・ラモン・キャベレロ・アルバース、自治体評議員は、ガリシア国民党、ププデグ、13、ガリシア社会党、11、 ガリシア民族主義ブロック BNG3 となっている2011年5月22日の自治体選挙結果特標順 B5 はポンテベドラ県第3司法管轄区である B5 司法管轄区に属し同管轄区の中心自治体である以下郊外の観光地である参考文献地球の歩き方スペイン2004から2005年同ダイヤモンド ビッグ社、ロンリープラネットスペイン第5班。空港市の中心から東に 15km の位置に、ビーゴペーナドール空港があり、マドリードやバルセロナなど、スペイン各地への便がある。鉄道市街地東部にビーゴ駅があり、周辺はホテルが多く存在する。サンティアゴでコンポステーラや、アコルーニャへは1時間に1本程度の便、約1.5から2時間がある。 マドリードからの長距離列車は昼に1便、約10時間、寝台列車は1便ある。また、ポルトガルのポルトへは1日2便、約3時間ある。バス市街地の南東にバスターミナルがあり、マドリードやセビーリャ、ビルバオなど国内都市だけでなく、リスボンへの直通バスが1日1便、約8時間がある。場所はである。市内には1990年に創設された、 b ゴ大学があり、b ゴ市内と郊外にキャンパスがあり、他にも、ポンテベドラとオーレンセにもキャンパスを持つ。また、ガリシアでの出版の中心で、市内には多くの出版社があり、代表的な出版社であるエディトリアルガラクシアと、エディションスシェライスゲガリシアの2社もここにあり、ガリシア語での出版を行っている。ローカル新聞として、ファロデビー語、アトランティコディアリオがある。 市内は23の教区に分けられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。